おいすこんにちは、アメリです。今回はサバさんの編成を使っていきたいと思います。で、前回ね、オラージュで撮った方がいいですよっていう話をしたと思うんですが、まあこれが結構いい代表例になりそうかなと思います。またね、ノルザキティ使っていきます。神キラー、火ダメージ軽減、遅延3で、上にはラクシュミーですね、水着の方をアシストしてます。これね、自動回復プラスが3つあるので、6000回復するんですよね。変身ごと合わせれば1万1人で回復できるようなので、まあ化け物が誕生しますよっていう感じ。で、もう一体のこっちも同じですね。で、上には赤オーディンの武器をつけてます。で、今回の主役、オラジュ、10強、バランスキラー、ヒダメージ軽減、遅延3。で、このスキルがループするんですよ。HP25% 回復とエンハンス。これがめっちゃ強いですね。で、上にはリューネつけてますよと。で、トリガーです。スキルプラス、遅延3、HP プラスプラス、上にはビッグマムつけております。で、キリミちゃんですね。10強、上限、上にはアテン君つけて。で、フレンド枠の方には遅延3個でいいですね、これ。で、楽趣味のうちはこちらもつけてます。じゃあ、やっていきましょう。まあ、10階層が一番めんどいんじゃない?10階層がね、どうしても遅延がね、キリミちゃんに入っちゃうので、そこだけがね、ちょっとだけ困るかな、みたいな感じ。はい、じゃあ、まずはビッグマム、キティ、まあ、フレンド枠変身、リーダーでもいいけど。で、キリミちゃん打って、崩すだけ。立ち回りは結構覚えてきたよ。何回かやってるんで。とりあえずこのビッグマムの5コンボ加算が結構いい感じな。はい、じゃあ次行きます。2階層は、リーダー側キティ変身させてオラージュ一緒に打っていきます。で、水は2列で突破していきましょう。基本的に貴族性の敵がいてワンパンしたい場合は2列超つなげプラス1列欲しいかな。効果の時間長すぎ。まあオラージュね、まあ普通に玉枠だったじゃんガンコラの中でも普通に玉枠だったのが、このね、ノルズ・ザ・キティというこいつの登場によってもう変わるっていうね。一つのコラボでここまで動くからね。まあ何があるかわからないのがやっぱパズル&ドラゴンですよ。で、ここはノルズ・ザ・キティ最後のやつ変身させて、下でさらに列組んでいきます。ちょっと操作時間ね、短めなんだけど。はい、 OK ですね。まあ6秒ぐらいしかないけど頑張りましょうと。はい、これでワンパンします。で、次はキリミちゃんで10コンボしていきます。まあ5コンボ加算あるんで、崩すだけでも10いくんじゃないかなと思ってるけど、この操作短縮ややうざいけどね。まあ回復減は正直どうでもいい。これ10コンボで左もぶち抜いていきます。はい、 OK。 で、次はダメージ無効貫通必要になるのでトリガー打っていきましょう。まあ、どれにリーダーチェーンされてもみんな同じようなリーダースキルなんで基本変わりないかなっていうところですね。で、トリガー打ってキティ打って、まあ、ここまでね、コンボ加算が乗りますので、崩すだけで10コンボいくんじゃないかなと思います。はい、 OK ですね。で、続いて6階層は、お、火はラッキーですね。これ木だった場合はね、1列さらに下に必要になるっていうね、超ムズムーブになるんで、まあ、ちょっとここがね、めんどくさくはあるよね。木だった場合は特に問題なく抜いていきます。回復力、これこんだけ回復するからね、もうとんでもない。はい、続いて7階層。あー、木かー。ちょっとこれはちょっとワンパン無理かこれはちょっとワンパン無理か。陣だっけ。いや、陣ないのか。しかも陣ないのか。これはね、ワンパン無理。これはちょっとワンパン無理だ。下に列組むっていう、まず操作下でそれができんっていうね、もうしょうがない。これは、はい、じゃあオラージュ打って、もうラージュのスキルだけでいくか。いびつな形になりそう、これ。なんか、こんなんで、はい。いびつな感じになるけど、まあまあまあ、抜ければ OK なんで。OK。まあ、しょうがない、これは。これ、運ゲーです。敵の引きゲーです。で、ここは、まず、
軽くもう蝶つなげのみで一回殴るのがいいかも。あんまね全力って感じで殴らん方がいい。全力って感じで殴っちゃうと左がね全然削れないから。あ、いい、全然覚醒無効来るけど別にそれはノルザで回復できるんで全然いいです。とにかくね左をちょっとね食らわしときたいんですよ。左をちょっと食らわせといて OKOKOK。 だからフルパンチでもう一撃で左を持っていこうとすると結構きついものがある。はい、じゃあノルザキティ打ってこれ打って、ここはね全力でいきます。オンオフねしっかりしないといけない。はい、いきます。じゃあこれ突破して OK で次9階層ニースで、まあ普通に全力突破でいいと思うけどな。この次ね思いっきり遅延飛んでくる思いっきり遅延飛んでくるんでね、まあもう今回はスムーズ一番でいきましょう。ここで耐久するのも一つの手なんだけどね。ちょっと待って、もうキティで突破して次遅延でキリミちゃんが遅延されてもキリミちゃんが立ってますよみたいな状態を作っていくのも一つの手だと思う。何言ってるのかちょっと分かんないかもしれないけど、こうキリミちゃんが遅延されるんですよ。絶対遅延されるんですよ。で安定取りたい場合はここでなんか待ってねみたいな、ちょっと待ってあげるといいよみたいなこと書いてあるんですけど、もう僕は安定なんて取りません。いきましょう。欠損したらね死んじゃったりするので、まあ、10個消しとかでちょっと待ってあげるっていうのも手だと思いますね。盤面少しずつ残しながら覚醒無効か、まあ、効かないけどね。ここオラージュ合わせ打ちでいくか。まあ、キリミちゃんが3ターンで溜まるのもやっぱ偉いよな。これ覚醒無効を返せて、でさらにオラージュ持てると、でエンハンスがさらにかかって、ここはいっぱいつながりそうだね。いっぱいつながりそう。こうするか。まあ、ワンパンで抜けると思う。ああ、いいね。今のエルジ落ち込はでかい。OK。エリカはちなみに結構硬いけどね。はい、で、12階層です。12階層も、うまくやれば全力で抜ける。列をうまく組めれば。上で列組めればね、抜けるんだけど、なかなかこれもね、で、操作時間が6秒なんですよね。あ、絶対無理。これ絶対無理だ。ちょっと待って。ここはね、もういいや。諦めよう。下に水がいっぱいあったら組めたけど、じゃあまりにもなさすぎて多分無理だった。今のは諦めも大事、判断が早いということで、まあ3パンぐらい普通に削ったらね3パンぐらいになるかもしんない。キリミちゃん打ちます。あ、でもこうやっとかんと下の列があれになりそうだったな。ちょっと何も考えずスタートしてしまったな。これで左沈むか。あ、両方沈んだ。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、2パンだったら結構早いんじゃない。まあ、3回ぐらい削っとけばとりあえず抜けますよと。で、ここは半分切った時に、キリミちゃんにデバフが飛んできた場合は、次のワンパンに支障が出ちゃうので、また何も考えずスタートしてしまったわ。はい。ちゃんと水からルーレットは始めた方がいいですね。ちょうど6秒なんで。これで半分削るんだけど、削れなかったんだけど、削れなかったけども、もう一回いくわ。いや、両方しかもそれになるんか。まあ、回復が必要ないっていうのがやっぱ強いね。回復ドロップ不要ないよ基本回復ドロップが不要っていうね。で、この時にデバフがキリミちゃんに来ちゃわないんですね。はい、来ちゃわないんだったら大丈夫です。ただどうでしょう。これはちょっとワンパンは無理かも。もう一回また貴族性っていうのがいやらしいわ。ほんまにいやらしいわ。でも水の落ち込んきたな。これどうだ、いけるか。いけますね。 OK です。14回出てくるのはヘラドラ。じゃあトリガー打っていきましょうと。トリガー打って、じゃ今回キリミちゃんプラスオラージュでいきます。ほい。じゃあ上で列かけてもらって OK ですね。
じゃあこれでワンパンで抜いていきます。はい、OK。で、次トリガーちょっと打っちゃったので、ワンパンしない、こいつは。10コンボとかで全力でいったらワンパンできると思うんだけど、ちょっと待ちますわ。で、そういう時どうするかっていうと、もう超つなげのみ。これ。裏修羅ムーブ。この、打って崩すだけね。これで半分超えるかな？超えないね。オッケー。超えないですね。しかも気になるのね。ちょっとね、これだけで耐久効くんで。はい。これ頑張る。もうこれで永遠耐久いけるもん、なんだったら。半分超えましたけどね。これって色このまんまなんだっけ？このまんまなのか、キモ。このまんまなのかよ。むちゃくそキモいな。まあ、OK でしょう。OK でしょう。とりあえず抜きましょう。めっちゃタイミングミスったね。貴族性のまんま行かない方が良かったね。はい、OK です。ということで、ボス最終回想来まして、とりあえず一発で半分いけるんだけど、半分行くときに絶対ノルザキティを残しとかなきゃいけないので、そこだけ注意が必要。まあ、今回は連続でノルザキティ打てるので、基本的に問題はなさそうかなと思いますが、とりあえず、トリガー打ちます。で、これとこれ打ちましょうか。で、列決めて、はい、とりあえず全力で、もう全力でいったらね、あ、待って、銃乗らないのはでかっ。銃乗らないのはね、あれだったわ。まあいいか。毒は決めない方が良さそうよね。はい、まあいいでしょう。ちょい残りするぐらいでちょうどいいですよ。はい、 OK で、ここで消せない状態来るので、まあここは必ずこれ打っていきます。で、ちょっとまあ確実に突破するので、一旦これで、もうこれで永遠耐久します。もうこれで永遠耐久できるんで、めっちゃ強くない？これで永遠耐久できますからね。やばすぎでしょ。ちょっと残す。で、これスカイタイプが次で溜まるんで、ここで抜きましょうと。もうこれやばいよな、マジで。じゃあ次溜まるね。 OK。 じゃあこれ打って、まあ、万が一削りきれなくてもなんとかなるかもね。はい。まあ相手火属性に戻ってるんで問題ないかなと思いますけど。はい、これで突破しますと。まあこんな感じで、まあ一例ですけどね、これはあくまで周回編成としての一例っていう感じになってます。めっちゃ雲と捜索落ちるやん。そんな爆速ではなかったと思うけど、今の感じ。まあ不死身の、まあ、昔ながらの、なんか、なんだろう、あれ、誰だっけ、黒百合ループ的な、もうただひたすら回復しなくても自動回復で耐久できますよみたいな編成も今後使っていけるんじゃないかなと思っているので、まあ、こんな感じの使い方できるんで、オラジ取った方はぜひね、使ってみてはいかがでしょうかというところで、ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。